皆さんこんにちは。ピカピカのキャノン一眼レフを驚異の1100円でゲットしたので、何としても修理して使いたいアズイズカメラです。本日の動画はレンズ交換式デジタルカメラ販売世界ナンバーワン、大道をひた走るカノンの中級キーオス 60D フロージャンク修理の急所です。2010年発売と一見古いですが、1800万画素という十分スペックのセンサー、 SD カード、バリアングル液晶にフル HD 動画とライブビュー撮影と、今も見劣りしない性能です。キヤノンの公式サイトではスペックの比較を簡単に行えます。現役で5万円程度するエントリー機 X90 と比較してみると、有効画素数こそ8割程度ですが、シャッタースピード、ファインダー視野率、連写速度、バリアングル液晶搭載といった大事なスペックで 60D の方が上回っています。センサーは1800万画素といっても、当時の APS-C 最上位モデル EOS 7D と同じもので十分な性能ですから、ほとんど現役クラスの性能があるカメラと言えると思います。今回は見た目ピカピカの状態でジャンク箱に転がっているのを発見し、当然ですが気がついたら買っていました。ただしあまりにもコンディションが良すぎます。持ち帰って程度を確認すると、綺麗というよりほとんど無傷です。これが動作するなら1100円で売っているわけがないので、正直嫌な予感がします。というか部品取り機であっても1100円は破格なので、まず致命傷を負っていると覚悟して買ってきました。が、ジャンカーに修理に挑戦しないという選択肢はありません。ただし今回は勝算が低いと考え、バッテリーは充電器付き互換品をPayPayフリマの初回割引を使って990円という激安で済ませることにしました。届いてすぐ充電し、まずは動作確認です。もちろん当然のように無反応ですね。何の戦いは始まったばかりです。電源が入らない理由をまずは 60D の公式マニュアルで調べてみました。すると電池室蓋が閉まっているか確認してくださいとのことなんですと。早速裏側からよく確認すると、電池室の横に蓋開閉センサースイッチがついていました。電池室蓋なしでは電源が入らない仕様ですね。ママ、まさか電池室蓋がないから電源が入らないだけなんて、世の中にはそんなに甘い話があるんでしょうか。爪楊枝で押さえながらスイッチを入れました。さすがにそんなわけありませんね。ちょっと期待してしまいましたが違いました。蓋がないのはカメラ店側でストックパーツにされただけ程度のようです。バッテリーの接触不良も疑い、接点を磨いてみましたが改善しませんでした。ただ挙動として完全に電源が切れている感じですから、原因を探してみます。分解しないでやれることは大体やってみたので、いよいよ腹を決めて本体の分解に取り掛かります。いざ勝負です。まずはカメラ後ろ側に見えているネジ4本を外します。続いてカメラ下側の後ろカバーネジ3本を外します。次は右グリップをめくってその下のネジ4本です。さらに左グリップ下のネジ4本も全部抜きました。バリアングル液晶のヒンジ部分もネジ2本を外し、カバーも外してしまいます。
これでカメラの裏面カバーが外せます。バリアングル液晶のヒンジの下あたりが引っかかって外しにくかったですが、いじくっているうちになんとか外れました。カバーとボディは1本だけのフラットケーブルでつながっていて、コネクターから引き抜くだけで簡単に取り外せます。カバーが取れて内部が見えるようになりましたので、よく観察しましたが、ケーブルがずれたり焦げたりはしていなさそうです。さらに観察を続けると、さっきの電池室蓋センサーの部品を外すことができそうでした。電源周りから攻めていくので、まずはこれを開けてみます。多少強引ですが、超精密マイナスドライバーでセンサーのカバーをこじ開けてしまいました。するとスイッチとバネが見えるので、それをピンセットで取り除きます。取り外したのはこの3つのごく小さな部品です。後で取り付けるのは大変そうですが、外してしまったものは仕方ないです。センサースイッチを取り外したので、一応この段階で挙動を確認してみましょう。バッテリーを入れてみましたので、ここからはショートに要注意です。スイッチは2つあって、 SD カードスロット蓋にもついています。こちらは後でチェックするので、端材を挟んでオフ状態にしておきます。これでまず電源を入れてみましょう。まあこんな程度で反応が変わるほど世の中は甘くないわけですが、何事もやってみるしかありません。電源きたーってマジですか。なんということでしょう。電池室蓋のセンサースイッチ一つをぶっ壊したら電源が入ってしまいました。どうやらこのセンサーは通電が切れると電源が入る構造なのが、何らかの不具合で常時通電状態になってしまい、電源が入らなかったようです。外した部品をよく見るとバネの形状がおかしいようにも見えます。多分このバネがずれるか折れるかして通電したままになっていたんですね。まあ正直詳しい原因はもう分かりませんし、電池室蓋が開いている状態では電源が入らないという機能に未練は全くありません。あとは流行る気持ちを抑えつつ丁寧に元通り組み立てるだけです。まさかの作業時間30分程度で動作する状態にできてしまいました。できすぎた話に手が震え、バッテリーを上下逆に入れてしまいそうになりましたが、無事電源も入りました。夢のようです。続いて家に転がっている標準ズームレンズを取り付けてみます。無事動作してくれるといいんですが、残念ながらここで引っかかりました。エラー05、内蔵ストロボをポップアップできませんでしたと出ます。ただエラーを無視して撮影は可能でした。調べるとどうもストロボを跳ね上げるバネが機能していないだけのようです。電源が入らない状態と比べれば些細な問題です。タイミングを合わせて指で引き上げれば動作は問題なさそうです。ただ自動でストロボが起動するオートでの撮影時だけとはいえ、エラーは煩わしいです。接点カバーを取り付けておけば内蔵ストロボは自動でオフになるので、とりあえずこれでいいでしょう。使うときに外せばいいだけです。あとはライブ流撮影とバリアングル液晶の動作も確認してみました。どちらも全く問題なしです。問題はストロボのバネだけのようです。前後しますが仕上げです。 アイカップの部品は持っているフィルムカメラから移植しました。 EOS の伝統のおかげで全く問題なく流用できました。電池室蓋は
ネット通販アリエクスプレスで送料込み252円という冗談のような値段で見つけました。こんなので同利益を上げるんでしょう。ちなみに手持ちの中から取り付けたレンズは980円でゲットしたテフレ補正付き標準ズームレンズで、なんとこの 60D のキットレンズです。最後に近所の公園で屋外撮影テストもやってみました。修理成功祝いにふさわしい良い天気です。キヤノン製品の主力として販売された中級グレードのカメラ本体とセットで販売された標準ズームレンズの組み合わせが悪いわけがないですね。激安修理品ですが、レンズもかなりいい仕事をします。これはまた別途レビューしないといけません。動画です。一眼レフなのでおまけではありますが、きちんとフル HD で撮影できます。バリアングル液晶があるので使い道はありますね。というわけで本体1100円とバッテリー990円、蓋が252円の合計2342円でピカピカの EOS60D が手に入ってしまいました。華奢なセンサーの部品が一つおかしくなっていただけで、もぎ取ったら治ってしまいましたが、一応分類としては基板故障、重症扱いなのかなと思います。 60D は2021年5月に修理受付終了とのことで、もう修理はしてもらえませんから、今回これに気がつけてサルベージに成功してとても良かったです。残っている問題はストロボの自動ポップアップが効かないことだけですが、実用上は影響ないので、いわゆる一つの大勝利と言っていいかと思います。キヤノンのレンズはたくさん持っていますが、キヤノンの本体で今風の性能を持つものは持っていなかったので嬉しいです。この 60D もレギュラー入りです。こんな大成功があるとますますジャンクカメラやレンズの発掘が止められなくなってしまいます。ああ、やめられない止まらない。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。